父が他界したのは7年前。それから2年後、祖父は250年続いた老舗の造り酒屋を廃業した。後を継ぐはずの腹違いの兄は、4年前、傷害事件を起こし、幼なじみとの結婚も解消になった。出所後、行方が知れない。そんな兄に娘がいたことを最近風の噂で耳にした。兄に会いたいと思った。なんでもない。行ってきます。おう、わかんねえ。来てみ。何？どうしたの？この梅の木だがの、幹は腐っとるのに、毎年毎年花が咲いて若葉が茂る。ご無沙汰してます。ここの現場だったんだ。言ってくださいよ。あの時は高一さんには恩義がありますから。出所してなかなか愛想が見つからなくて助かったよ。ご家族の方に大変だったみたいですけど。
茜ちゃん、俺の妹と同じ大学に入ったんすよ。わしには家族の縁は全部切れとるけ。光一さん、ありがとう。ああ、どういたしまして。これからバイト？うん、バイト、うん、そういえば、光一さん帰ってる？帰ってないけど、この間お兄ちゃんが会ったって。どこで？お兄ちゃんの会社の下請けので、働いてる。ないの？いいよ、あんなやつ。彼氏来たよ。彼氏じゃないよ。よよ、疲れ疲れ。娘、わしは知らん。帰れ。ちょっと待って。いいから帰れ、仕事中じゃ。
どうすんだ、光一さん。兄はなぜあんなにも頑ななのか、どうしても理解できなかった。半分しか兄弟じゃないから、半分しか分かり合えないのだろうか。ご飯できたのか。うん、できたよ。よし。今日は何かな。今日は肉じゃが。肉じゃがか。懐かしい。あれ。光一さん、ちょっと待ってよ。お兄ちゃん帰れ。本当は会いたいでしょ。いいから帰れ。会わなきゃ後悔するよ。お前に何が分かるんだ。俊平連れて帰れ。帰らないよ。ねえ、どうして。いいから。
こいつさん久しぶり。その時は奥さんは元気か。今のところ落ち着いてる。あのさ、頼みがあるんだけど。親方に会わせてもらえないかな。社長に、うん、頼む。わかった。失礼します。社長、こいつは。ご無沙汰しています。それで謝りたくて。今さら何を。今謝らないと絶対後悔すると思ったんで。後悔。僕はね、ずっと前から後悔していたんだよ。君と千鶴子が一緒になった時からね。兄はまだ自分自身を許せなかったのかもしれない。みどりさん、7年目の春だね。そろそろ自分の人生考えてもいいんじゃないか。大丈夫、コースさん。もう一回行くよ、もう一回。こっちだよ。よし。帰ろう。
社長は言ってますよね。一度は夫婦だったので、新さんも忘れてなんと思いますかの。どうした？あかね。だけどなんか元気なかったな。なんかあった？いや、ちょっとね。光一さんのことで。あんなことになって千代の春やおやっさんで持ってたようなもんじゃけんの。実はわし鴨木の社長から声をかかって、神さんのこともあるし、
姉の声。所用上の力や、シャラ宗樹の花の色や、少女必須の断りを表す。溺れる者を久しに枯らす。ただ春の夜の夢の落とし。兄は分かっていた。自分には無理だと。自分の力では千代の春を救えない。そのことが兄をより一層苛立たせていたのかもしれない。そのつながりを信じてみようと思った。
すとか許さないとかじゃない。静子さんは言った。ただあの人と私たちはもう別の道を歩み始めてる、それだけ。でも別の道を歩いても家族だったことに変わりはない。そう言って静子さんは穏やかに笑ってくれた。昔のままだ。あれも覚えてますか？もちろん。二人で。ずいぶん昔のように思いますけど、でも。今でもはっきりと覚えてます。あの窯が大変だったことを。よくやって、よくやってくれた。今でも感謝しています。いい思い出です。してやってください。あ、いえいえ、私に免じてお願いします。頭を上げてください。Thank you.
じいちゃんは元気か？うん、元気だよ。わしのことなんか言わんかったか？別に。そっか。なんでもない。ねえお兄ちゃん、家族ってなんだろうね。どうした？黙ってて。方の光のどき春の日に鈴心を泣く花の散るが
知る。でも来年もまたきっと新たなつぼみが生まれる。それまでは移りゆく季節の中、それぞれの道を生きよう。汗ばむバンダナに T シャツ、足首のウェイトを外して、仕事の量は減ってないけど、なぜだか軽く感じるんだ。小刻みだ毎日のサイクルは、この僕を押さえつけてはいられない。この足に翼まとい、目を弾ませて明日へ進めば、昨日は遠ざかり、日々の折りから解放される。I run for serenity。 I run for serenity。 スピードを測りながら、今日もまた進んだこの距離は、人生のレースコースをほんのちょっと前進したとこさ。目的もないままに人々は後ろしか見ることができなくなった。枠にはめられたり、生きてる意味をぼやかされたり、誰もが戦ってる。前向くために I run for serenity。 Serenity, Serenity, please。 心にも結びつけて、 I run for serenity。 My